さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の三井武明です。今日はスペシャルゲストに来ていただきました、足の専門家、牧里美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、はじめまして、牧里美と言います。普段、足部を中心に整体をやってまして、あとアスケ体操という足から全身を巡らせる、足首を回して全身の流れを良くするような体操の講師もやっております。足のセラピストって珍しいですか？そうですよね、まあ、あんな足だけに特化してる人ってあんまり多くないかもしれないですね。そうですね、まあね、こういうリフレクソロジーとか、あー、はい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 、流すような反射具とかはあると思うんですけど、どちらかというとこの足の構造を整えていくような技術をしてますね。はい、なるほど。お客さんでどういった悩みが多いんですか？やっぱりね、よく聞く外反母趾、あー、はい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 、親指が曲がってしまって潰れて当たって痛いっていうのがやっぱ多いのと、あとはこの扁平足ですね。ここがあれですよね、ベタッと、土踏まずがベタッと潰れてしまう、あとは結構本人の自覚は少ないんですけど、浮き指さんって言ってこの親指がちょっと上を向いてたりとか、あとよく特徴としてあのパタパタとドスドスとうるさい音がして歩きがちな方は多いですね。そうすると、まあ、だんだん氷になっていくとつまずきやすくなったりとかっていう、ね、心配もあるので、今すごくこれから日本心配だなっていう、指をねちゃんと皆さん取り戻してほしいなっていう話をよくしてますね。その時ってどういうふうにセルフチェックとかするんですか？そうですね、ちょっと簡単にできるセルフチェックがあるので、紙を1枚ありますか？紙ぐらいありますよ。はい、素晴らしい。そしたらですね、この立っていただいて、はいはい、ちょっと頭切れちゃう。はい、で、まあ、普段の小室さんの立ち方してもらって、はい、そうですね。そしたらちょっと前を向いていただいて、はい、で、ちょっと入れると、あ、結構こっち入りますね、これ。ああ、なるほど、うん、こっちはちょっと入っちゃうかな。なるほど。指先までちょっと意識してみてください。あ、はい、親指ついてるなっていう感じを持っていただくと、ちょっとここが埋まってくるので、でね、はい、その感じが、ね、ない人は結構指さんだったりしますね。なるほど、はい、結構簡単にチェックができますね。はい、ぜひ皆さん、あの浮き指って気づいてない人意外と多かったりすると思うので、ね、ちょっとチェックしてみてもらうと面白いかなと思います。で、そう、私も実際浮き指だったんですね。あ、そうなんですね。浮き指もそうだし、まあ、大体浮き指で外反母趾だったり両方併発というかしてたりするんですけど、よく多いのがこの小指が中に入ってしまって、親指も中に入って、こういう先細の、はいはいはい、なんかこう弱々しい足ですね。女性が多いですよね。そうですね。ね、でこれってまあ靴の影響とも言われてるんですけど、靴だけじゃなくて、やっぱりこう踏ん張れない弱々しさっていうのもすごくあるの で、実際私もまだまだ弱々しいんですけど、まあ、もともともっと弱々しい足だったの ですごくこうしっかり踏んで歩けない感じで疲れやすかったりもしたので、足が太いところも選んでましたし、足の太さとかにも影響するんですね。そうですね、やっぱり下が土台がしっかりしてないと上の筋肉ばかり使ってしまうので、足も太くなるっていうのはそれだけじゃないですけどね、巡りも悪くなるので、はい、なので自分で少しずついろいろ勉強して改善していったんですね。ちょっとしたら多分足で結構困ってる方多いと思うんで、その牧さんが実際に実践されていたエクササイズというか、コンディショニングの方法などをぜひシェアしていただければと思います。はい、皆さんでやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ただですね、まあ、こういうポーズをするんですけど、この姿勢結構辛い方が体操教室でも多くていらっしゃって、こう、ね、背骨が丸まって猫背になってしまったり、あとここに膝を曲げてこの姿勢きついっていう方多いので、その時はですね、あのバスタオルちょっと用意していただいて、お尻に敷いたりとか、ちょっと座面高くするとやりやすくなります。で、右足まっすぐ伸ばしていただいて、左足を乗せて、この乗せた膝の下にタオルを入れたいので、まず先にですね、この伸ばした足の膝下にタオルを入れていただいて、足を乗せます。はい、そうするとだいぶ楽ですかね。そうですね。はい。タオルだけで全然違います。そうですよね。で、膝もね、リラックスした状態でやってください。そしたら、この乗せた足を親指と人差し指から動かしていきますね。で、この指のこのくの字のこの部分の関節を裏からぐーっと伸ばして、親指と
こちらが裏面は人差し指でずっと挟むようにして持って伸ばした状態で動かしてあげる。これだけですね、あ、はい、回数何回ぐらい？そうですね、6回から10回ぐらい。あ、ちょっとそんなんでいいですね。地味地味で、はい、やってください。じゃあちょっとちゃっちゃとやっていきましょう。1、2、1、2っていう感じ。はい、そしたら次隣動いて、はい、人差し指中指で動かしていきます、うん、ですね。こ、ね、んでいいですね。そうですね。まずはやっぱりこの指先を持って刺激をしてあげるっていうことから変わっていきますので、はい、ね、触れてあげるっていうことが結構足には大事で、うんうんうん、例えばお子さんとかいる方も足を触ってあげるとね、すごくここから刺激がいって、うん、足が温まると自律神経安定して眠くなったりもするので、夜ねマッサージで足を触ってあげるとかもすごくいいコミュニケーションになると。言われてます。いいですね。はい、なので自分の足もいいですし、ね、パートナーとかお子さんの足をやってあげるっていうのもすごくいいことになると思います、うんうん、はい、動かしていってください。はい、1本ずつずれていって、今度薬指小指いきますね。1、2、1、2、1、2、ちょっと硬いですね、小指薬指ね、うん、はい、なんかギシギシするような感じとかあるんじゃないですかね。はい、 OK です。はい、結構温まりましたね、はい、うん、ポカポカしてきた。はい、今度中足部を動かしていきます、すいません、はい、そしたらですね、こちらの、足の指っていうとね、靴下の指だとここまでってイメージあると思うんですけど、足の指ってここまでが指なので、うんうんうん、ここを動かしていく、はい、そうしますので、はい、そしたらですね、もう一度同じポーズしていただいて、今度ここの指の間のところに下から指を押し当てて、上は親指重ね、縦にこう重ねるような感じで持ちますね。で、肘をこう動かしてチョコを割るようなキットカットのパキッていうイメージで、内外内外で動かしていくと、ちょっとここの骨の間がですね、こうやって動くような感じが出てくるので、結構骨固まってるので、ここをねちょっと刺激していきます。これも回数同じぐらいですね、うん、はい、そうですね。そしたら隣に行っていただいて、中指の間ですね、うん、はい、で内外内外ですね。地味ですけど、これも簡単にできますね、テレビ見ながら。そうですね、本当に気軽にやってみてください、はい、そしたら今度中指の隣、薬指ですね、薬指の間をいきます。お風呂の中とかにも、ね、そうなんです、ね、結構あの冷えて固まってる方はやっぱり痛かったり、はい、動きにくかったりするので、お風呂で血行良くなった状態がいいので、うん、お風呂の中かお風呂上がりの方がおすすめですね、はい、結構頑固な足の方多いので、うん、はい、はい、そしたら今度小指と薬指の間ですね、はい、内外内外、結構甲高さんの方とかもいらっしゃると思うんですけど、甲高さんのね、甲が高い部分でこの辺なんですね、ここがカチカチだと逆にこっちで衝撃を受けている状態なので、このワークはいいと思います、うん、はい、OK です。そしたらこのまま指握手ですね、うん、手の指と足の指を1本ずつですね、間に入れて握手をしていきます、はい、はい、そしたら奥までしっかりと握ってギュッと握ります。この間に刺激を入れましょう、はい、そしたらここの甲の、くるぶしの内側に手をグッと入れていただいて、でここを持って、腕を回していきます、うん、この時に私よく伝えているポイントがあって、肘を支点に大きく回すといいんじゃないかなと思っていて、うん、結構こうちっちゃく回す方多いんですけど、ここを軸に中を回したいので、はい、結構ね、この肘を意識するっていいんじゃないかなと思うんですよね。このここの付け根から回すよね。そうですね、はい、で前から後ろ回して、うん、はい、そうですね、あ、いい感じに回ってきました、はい、これもまあ10回ぐらいですね、うん、でも時間があれば足首回しって本当に やるだけ本当にやった方がいいので、うん、30回以上といつも伝えてます。結構念入りに、うん、でこう回してるうちに、あ、ここ硬いなっていうところがあると思うので、うん、そこをじっくりちょっと回しにくいなっていうところを感じながら回してあ
じる気はいいと思います。最初ちっちゃかったんですけど、大きく回すことを意識すると、でここでですね、肘を意識して肩甲骨から動かすぐらい、このぐらいをきれいにやってあげると、ちょっと奥の方が動き出すと思うんですよね。はい、発見がありましたね。そして今度反対回しで、今度今前から後ろにやってた方は後ろから前で逆回しをしてください。そうですそうです。ここのくるぶしを押さえることでこのリンパ節を刺激するっていう意味もあるのでしっかりと押さえて回します。で肩も意識すると肩の、ね、運動も一緒にできちゃうので、はい、この姿勢ね整えていただいて大きく回します。はい、OK ですかね。はい、はい、そしたら比べていただくと足のこの時点で感触は全然違いますね。高さとかも、はい、うんうんうん、支えられる感じとか全然違います ね、はい、いいですね。ちょっと片足で立ったりとか、うん、ちょっと柔らかい感じ出ますね。そうですね、うんうん、OK、 ありがとうございます。せっかくなんで反対側も一緒にやっていきましょうか。はい、じゃあ反対の膝下にタオルを置いていただいて先ほど言った同じことをしていきますね。親指からちょっと伸ばす意識ですね。裏からグッと押さえてあげて動かすっていうことです。はい、1、2、1、2、1、2ですね。はい、そしたら隣に移動して、裏からグッと押し上げて動かします。1、2、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 
薬指を動かします。普段ね、動かさないこと多いですよね、うん、なんかここってこう細かく自分が脳みその刺激で動かすって感じじゃないじゃないですか。ね、体重かかってぐっと潰れちゃったりとか、うん、外的な影響って結構ありますもんね、うん、これね、ですね、うん、あとはいつも覆われているので、うん、靴下、さらに靴に覆われているの で、ね、目の行き届かない部分だったりするんですよね、うん、なのでここを大事に大事にしてあげる感じですね、うん、じゃあ隣、最後、薬指、小指ですね、はい、動かします。あとは気持ちいいって言うんですね。そうですね、辛いと続かない確かにやればやるだけね、なんかそうですね。したら今度先ほどのキットカットの、そうそうですね、中足部を動かしていきます。1212と内外の動きしていきます。はい、したら今親指と差し指やったので、今度中指のところですね、差し指と中指の間になります。内外動かします。はい、じゃあ今度薬指の間を行きます。内外動かしていきますね。結構ね、小指薬指の方に行くとかなり硬くなってますね。そうですね、ちょっと硬くなりますね。あ、本当ですか。小指薬指の間を行きます。足の裏側のイメージね、こう押してる感じではあるんですけど、メインはこっち側の意識、下からすくい上げてるこっち側に手を入れたりしてるのも結構大事だったりしますね、うん、どうしてもね、なんか足のつぼ押しっていうとこう裏を押していくイメージあると思うんですけど、結構こっち側も大事になってきます、うんうん、ありがとうございます、はい、そしたら握手しますね、はい、でガシッと手の指と足の指握手してあげて、うん、それだけでもね、結構指が開いてね、気候が良くなるポーズになります。ギュッとまずこの奥までギュッと握ってあげてください。これだけでもすごく血流良くなります、うん、で、ここの、甲の下ですね、甲じゃない、ごめんなさい、くるぶしの下に足を、指を置いてゆっくり回していきます、うん、はい、で、大きく大きく、肘をコントロールして、はい、回していきます。でも、まあ、30回目標ですけど、うん、まあ、最初は10回ぐらい、うん、そうそういきなり30回ってどれにでも面倒くさくてやらないので、はい、そうなんですね、やり始めがちょっとねそうですよね、でもきっともうこの YouTube 見てくれてる人がやってくれてると信じてます。ですでもね、本当地味で知ってることじゃないですか、うん、知り回しって大事だよって言われてると思うんです、うん、
ちゃんとやってないんですよね。そうですよね。だからここすごく大事ですよ。はい、じゃあ反対回しいきます。こう健康作りって結局習慣形成じゃないですか、うん、そうですね。いかにこうシンプルで簡単なことを毎日続けられるかってところが結構大事ですよね。歯磨きとかもすごくないですか。そうです、ね、あの健康法みんなやってるじゃないですか。そうですね、やっぱり必要で効果があるって感じるからですよ ね、本当ですよね。やっぱみんなも歯磨きと同じように、そうですね、足首も回しましょう。確かに本当ですね。そう、この日々の自分の足の状態っていうのを観察して気づいてくると、うん、やった方が調子いいなって分かってくるので、そうするとね、ちょっと習慣にはなってくるかなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。あ、いい感じ。あ、うん、うん、あ、いいですね、うん、さあどうですか、皆さんも実際立って足踏みしてみてもらったりとか、うん、こうしゃがんでみてもらった時にですね、随分違いがあるかなと思いますね、うん、足首っていうか足ってこの前足部と中足部と後足部って3つの層に分かれてるじゃないですか、うんうんうん、はい、今日マキさんに紹介していただいたのってこう全部の層を全部こう網羅してますよね。そうですね。そうなので僕自身もあのすごく学びになりましたし、はい、ぜひこの、ね、セルフエクササイズ前中後全部ね網羅できる簡単なエクササイズなので、ぜひ皆さんやっていただきたいなというところと、あとは足ってこう唯一の床との接地面なので、もちろん足を整えていくっていうのは土台を作る意味で大事だと思うんですけど、やっぱ足だけじゃなくてここから上につながっていくじゃないですか、体をね。なので足からこう股関節だったり膝、体幹っていう風な形でつながっていく、その連動性のワークなんかも次回ちょっと教えていただければなと思いますので、はい、そうしましたら今日の動画はここまでになります。猫背のアジトでは姿勢改善につながるようなエッセンスを動画の中で配信しておりますので、チャンネル登録まだの方は下の猫ちゃまからチャンネル登録をお願いいたします。はい、では次回もよろしくお願いいたします。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。